皆さんこんにちは。ヤマハ大人の音楽レッスン、サクソフォン講師の物井幸太郎です。今回はサクソフォンの演奏をちょっとステップアップできるフィンガリングのコツについてお話しします。サクソフォンにはたくさんのキーがあります。どうしても力んでしまいます。これらをスムースに動かすためにはやはり脱力です。指が伸びきった状態で吹くと動きません。できる限り指を丸めて楽器に対して丸な感じで押さえて吹いてみましょう。脱力はもう分かってるという方、それでも力が抜けない方、演奏前などに指を押さえた状態で手首だけ丸く動かしてみましょう。指が伸びてると手首が動かないです。いかがでしょうか。それでは指の動きに注意して動画をご覧ください。いかがでしたか？ぜひご自分のサクソフォンの演奏に取り入れてみてください。体験レッスンでお待ちしております。